ラジオ第1382回、今日は平成30年8月2日木曜日、時刻は午後1時半横浜港北。今日は暑いですね。もう温度も34度、さすがに私も空調入れました。温度が34度で風が吹き抜けて涼しいねにはさすがにならず、夏真っ盛りの8月2日です。午後2時、一番暑い頃ですね。窓は閉めて空調入れての夢ラジオの放送。今日は午前中センター南でお仕事、そしてお家帰ってきてしばらく休んでから、今度は中原で夜中学生向けのお仕事がありますね。頑張らないといけません。さて、お仕事とお仕事の合間を縫っての夢ラジオ、今回はヘーゲルの他者論取り上げます。ヘーゲルの他者論、主に精神現象学から引用して、ヘーゲルにとって他者とは何だったのか、ヘーゲル哲学についてはこの夢ラジオで、それはもう全体主義とイコールですよみたいな言い方をしてきました。精神の自己発展、違いをも踏み越えて高次元になっていく一つのもの、差異が踏み潰される、同一を目指す、こんな全体主義の哲学じゃないか。ならばそのヘーゲル哲学において他者はどう考えられたのかは興味あるところですね。ヘーゲルの他者論、非常に奇妙に聞こえるかもしれませんが、ヘーゲルはね、他者とは欲望の対象であるみたいな言い方してますよ。他者とは欲望の対象である、ドイツ語ベゲアデという言い方をしてますね。これヘーゲル研究者の間ではそれなりに有名な話ですが、なんか一般的なヘーゲル理解だとみたいな、ヘーゲルにとって他者とは欲望の対象である。でこの場合の欲望というのは、例えば所有するとかね、あるいは支配するとかね、そういう所有だか支配だかの対象が、そういう欲望の対象が他者ですという、こういう言い方ですから、欲望の対象だけ聞きゃあれと思うけど、あそうかと、他者というのは自分が支配したり自分が所有したりする、そういう欲望の対象なんだと思えば、確かに全体主義者のヘーゲルがそれは言いそうなことだ。がですね、まあそういう単純な、なんていうかこう同一性でもなく、ヘーゲルにとっての他者論っていうのはやっぱり吟味するべきものなんですよ。もうちょっと詳しく見てみましょう。他者は支配だの所有だの、そんな欲望の対象と言いながら、自己意識、ゼルプストベブストザイン、この自己意識、これは他者に意識されてね、他者に意識されて、でその他者というのはもう一つの自己意識ね、他者というのはもう一つの自己意識ですよ。まず自分の自己意識があります。そして他者が持つもう一つの自己意識がありますが、
か、その自己意識っていうのは他者に意識されて自らとなる。私は他者に意識されて私となる。つまり、私が私であるとき、他者が必要なんですね、ヘーゲル哲学によると。他者いないと私いない。自己意識に対して自己意識がある。こんな言い方してますね。自己意識に対して自己意識がある。ヘーゲルの言葉、ゼルプストベブストザイン、フュア、ゼルプスト、フュア、あ、アインがついてますね。アイン、ゼルプストベブストザイン、フュア、アイン、ゼルプストベブストザイン。ある自己意識に対してある自己意識がある。で、この状態、つまり私の自己意識、他者の自己意識、そしてその他者というのは私から離れてはいて、他者は私から離れてはいて、でその他者も自己意識は持つ存在で、私とは違っている部分と同じ部分があるんですよ。私とは違う部分と同じ部分がある。そんな他者がいてくれて、そんな他者の自己意識があって、それを見つめ見つめられ、思考し思考され、それで私は私になると。ってことは、他者が必要、他者から承認してもらわないといけない。で、自分も他者を承認する。だからヘーゲル哲学における他者論においては、承認というアンエアケノンが、この概念が出てきますね。アンエアケノン、承認の概念。他者っていうのは自分とは同一な部分と違っている部分を持つ。私とは同じ次元に属しているのに、私とは違っている存在。そしてその他者を待って初めて私は私となれる。ということは、私と、もう一つの他者っていうのは一体なんだ。だからやっぱ全体主義っぽくなってきますね。アインハイト、ザイナーゼルプスト、インザイネムアンダースザイン。アインハイト、ザイナーゼルプスト、インザイネムアンダースザイン。自分とは異なる存在の中で、自分自身と一であること。自分とは異なる存在の中で、つまり他者ね、他者の中で自分と一体になれること。何度も言いますが、ヘーゲル哲学において他者がいないと私は存在できないと。自己意識はただ他の自己意識においてのみ満足に達する。で、さっきお話した他者のみが私の欲望を満足させる、ヘーゲルですね。私たちは他者を支配したい、所有したい、他者から自立性を奪いたい。けれど、ここからが割とポイントで、けれど、ここからポイントですよ。所有され、支配された他者はもはや他者じゃないでしょ。だって私のものじゃないですか。所有され、支配され、自律性も剥奪された他者はもはや他者じゃない。私の中に入ってきて、ね、私の中に入ってきて、それはもう他者じゃない。つまり、私が支配して所有したもの、これはもう私のものであって他者じゃないと。つまり、他者を所有して支配したいなと思っていたのに、それを実行してみたら、それはもはや他者でなくなった、自分になっちゃったと。そして、他者こそ私にとって必要なものなのでしょ。ってことは、結論的にはこんな感じになりそうですね。ヘーゲル哲学によると、他者というのは支配し所有しようとは思うけどしない。どうですか？ ちょっと難しいですね。他者とは支配し所有し自立性を奪いたいなと思う欲望の対象ではあっても、そうしない。で、そうしないことによって、他者はずっと他者のままでいてくれて、他者として出現してくれる、自己でない他者。
ってことは案外ここまで読めば全体主義みたいな言い方をしちゃったけれど、その全体主義のストップもかけている、そうも見えますね、ヘーゲル哲学。つまり支配したい、所有したい、欲望の対象である、自立性も奪いたいけれど、そうしてしまったらそれはもう他者でなく、そして私にとって他者は必要なわけですから、他者が他者として地平線ね、地平の中に立ち上がってくれるためには、所有ダメ、支配ダメ、自立性も奪っちゃダメ、そのまま他者のままでいてほしいと。だから所有したい、奪いたい、支配もしたいけれどしない。けれどしないは難しいですね。でもね、欲望として一旦肯定しておきながら、でもやっちゃダメよっていう、このヘーゲル哲学における他者論の、まあ、矛盾といえば矛盾ですよね。他者としていてほしいんだけど、で他者を欲望もするんでしょ、けど欲望して自分のものにしちゃったら他者でなくなるからまずい、欲しいと思いながら実行しない、この何とも言えない、なんかちょっぴり仏教的なね、そうなってくると、さっきポイントですよとお話しましたが、本当にヘーゲルって全体主義というふうに言っていいのかみたいな、全体主義にちゃんとストップかけてんじゃないの、私ももうちょっと考えてみたいと思います。リスナーの皆さんはどうお考えでしょうか。夢ラジオ1382回、今回はヘーゲルの他者論取り上げました。外は暑い真夏です。